はい、どうも、さとちんチャンネルです。間違えて2って言おうとしてた。はい。ですね、まあすでにね、ご存知の方も多いと思うんですけども、まあうちのチャンネルではね、まあ初めて、ご報告させていただきますけれども、ユミデジから、まあ新しいスマホが出るそうです。まあユミデジに関してはね、皆さん思うところもあるかと思うんですけれども、ね、まあいいこともあれば悪いこともあるよね、ということでね、まあユミデジなんか買いたくないという方もまあちょっといらっしゃるかと思うんですけれども、まあ一応ね、まあ情報としてね、お届けしようかなと思っております。まあそれが何かと言いますと、ユミデジ S5 Pro ですね。まあ S シリーズっていうのはね、ユミデジのフラッグシップになるモデルです。前回はね、S3 Pro と呼ばれるものでね、まあ4はどこ行ったんだっていうのはありますけどもね、まあそういうツッコミはさておき、これがね、まあこの後、まあユミデジの新しいフラッグシップにとって変わるものと、なっております。特徴としてはね、まあ、お見せしましょうか。まあこんな感じになっててね、見えるかな？ポップアップカメラになってるんですよ。多分これ ASUS が開発したのかな？だからインカメラとアウトカメラが、まあ、同じ一つのレンズになってて、まあ、高画質で、まあ、撮れるよというものになっております。インカメラもアウトカメラも同じですね、クオリティで撮れるというものになってるわけですね。まあ、そこが、まあ、特徴になっていますし、あとはなんかチップセットもね、まあ最高峰、まあユミデジシリーズの中で最高峰のものが組み合わされるよというところです。もちろんね、メモリとかストレージとかね、このあたりがどれぐらいになってくるのかとか、あとはバッテリー容量なんかもね、多分6000は積んでくるんじゃないかなとちょっと期待してます。まあ、このあたりはそのパワー3ね、あれと同じくらいの電池は積んでくるかなと僕はちょっと予想してるんですけどもね。はい。ただですね、まだこれ以外はちょっと分かってないんですね。まあ、この、まあ、なんていうの、ポップアップカメラによってね、まあ、どういう特徴があるかというと、こういうですね、これはユミデジ F2 ですけれども、このパンチホールね、ここにカメラがあるんですけども、やっぱりね、このなんていうのかな、情報表示とかがちょっとやっぱ隠れたりとか、あとはなんだろう、ツイキャスとかね、横画面でやるときにスタートボタンがここにあるんでね、間違えて押しそうになったりするんですよね。隠れたりとかしてね。まあ、そういう問題が、このポップアップカメラによってなくなるであろうというところがね、まあ、ちょっと、まあ、注目しているところです。はい。まあね、僕個人としてはね、このユミデジ F2 のスペックはもう不満がないんですよ。例えば、動画の処理速度であったりとか、ごめんなさい。動画編集した時の書き出し速度とかね、まあ、そういったものに対しては、まあ、何の不満もないんだけど、やっぱりね、細かいところで、なんかいろいろ不具合があるわけなんですよね。なんかこの機能が使いにくかったとか、こうしたらああいう風な変な動きになったとかっていうのが、まあ結構あったりするんでね。まあ具体的にはこれ TVer 見れないんですよ。TVer アプリ開いたらすぐね、閉じちゃう、アプリが。他にもね、なんだったっけ、タップしてないのにね、誤作動するときが時々あって、まあ、それはね、再起動すれば治るんですけども、時々ね、そういう現象が起きたりするんで、まあ、完璧なものではないんですよね。これがね、前のモデル、例えば、まあ、ユミデジの A3 アップデートエディションとか、A5 Pro の頃はそんな、まあ、スペックはそんな良くないけど、そういう不具合ってのはなかったのに、まあ、ここ最近のね、ユミデジスマホ、ちょっとそういうのがね、ちょっと目立つようになってきたかな、というところがあるんで、まあ、そのあたりをね、ちょっとこの S5 Pro で、なんか改善されないかな、とちょっと期待してます。まあ、特に、まあ、これまでね、ユミデジは、まあ、ユミデジ X でしょ、あとはこういう、パワー3、それからまあ、これね、F2、それから A3S、A3X。まあ、立て続けに新製品がパンパンパンパーンと出て、ちょっとこの S5 Pro で少しまあ、開発期間がね、ちょっと空きまして、まあ、このあたりですね、もうちょっとこう、詰めてくれないかなというふうに、まあ、期待はしているところです。はい。
ともあれね、このユミレジ S5 Pro は、まだね、詳細は発表されてないんですね。4月8日の発表になりまして、一応ですね、まあこの日は楽天モバイルがね、うちにやってくるんで、まあそのあたりの動画検証もやるんですが、まあ S5 Pro がどのようなスマートフォンになるのかっていうところもね、まあうちの動画でもまた紹介しようかなというふうにね、思っております。はい。まあそんな感じでね、まあユミレジスマホ、まあ個人的にはね、これで一つの、まあ終わりを迎えるかな。このまあ S5 Pro で一つ、僕の中でもこう、ケリがつくかなとちょっと期待してます。はい。逆に言うとこれがすごかったらね、ちょっとまた使ってみようかなっていうのもなるかもしれないんですけどね。で、そのあたりですね、まあ僕のチャンネルで、まあ中身がどうなってるのかとかさ、使用感がどうなったのかっていうのは、まあ、このチャンネルで、紹介していこうと思いますので、まあ、一応ね、購入検討されている方は、まあ、ちょっと僕の動画ね、ごめんなさい、見てもらってね、まあ、少し参考にしてもらえればと思います。まあ、実機が届くのはね、一応4月下旬ぐらいを予定してるみたいです。はい、また届いたら紹介しようと思いますので、楽しみにしておいてください。はい。というわけで今回は S5 Pro、ユミレジがね、登場するよという動画でした。また次の動画でお会いしましょう。